ルノー・トゥインボ・トゥインゴはフランスの自動車製造会社ルノーの生産する小型乗用車である。欧州では A セグメントに分類される小型車である。1992年まで製造されたルノー4と入れ替わるように1993年より発売が開始された。1993年から2007年まで発売された初代2007年より発売されている2代目。 共にフロントに横置きされた直列4気筒エンジンで前輪を駆動する。ボディ形状は初代、2代目ともに3ドアのハッチバックのみであるが極めて短いノーズを持ちモノスペースに分類されていた初代に対し明確なノーズを持つ2代目は一般的な2ボックスカーの車体形状を持つ。いずれも乗員や積み荷に応じて多彩なシートアレンジを可能としている。三代目は メルセデス・ベンツとの提携によって、スマートフォー,ツーフ方法とメカニズムを共用することになったため、それまでの前置きエンジン、前輪駆動レイアウトから一転、後ろ置きエンジン、後輪駆動レイアウトレイアウトを採用し、5ドアのみとなっている。1992年9月のモンディアルド、ロトモビルにて発表され、翌1993年より、欧州内で販売開始された。当時、 ルノーの社内デザイナーで、後にデザイン担当役員を務めるパトリックル・ケモンによる斬新なデザインを持つ小型車として登場したが、そのデザインは初代のホンダトゥデイを元にしていると言われており、ルノーもこれを否定していない。プラットフォームは既存車種を流用しない専用設計で、4本のホイールを車体の隅に追いやることで車体の大きさに似合わない広い室内空間を確保し、 後席のスライドや座面ごとの跳ね上げ、前席を倒してのフラット化など、多彩なシートアレンジを実現した。しかし、スペース効率を徹底した弊害として、構造上右ハンドル仕様が生産できず、日本を除く左側通行圏では販売されなかった。駆動方式は、前輪駆動のみ。短いノーズには当初は R8 以来の C3G 型オフガソリンエンジン。 通称クレオンユニットの 1238cc 仕様が横置きで搭載され、その後1997年に D7 回型 OHC エンジンに置き換えられたほか、2001年には16バルブで高出力な D4 回型エンジンも加わった。変速機は当初一般的な5段 MT と2ペダル MT の e g の2種類が用意された。この e g は 人為的な変速操作に対して自動でクラッチ操作が行われるもので日本では AT 限定免許での運転も可能だが AT モードはなく MT 同様に常に人間の手による操作と足によるアクセルの踏み加減の調整を必要としており運転感覚も MT のそれに近いまたこのシステムはトラブルも多く高年リコールの対象にもなっている 構造も3ペダルの MT と大差ないことから、クラッチペダルを後付けして、完全な MT にしてしまう改造が行われた個体も多い。2001年からは、クイックシフト5と呼ばれる、新たな AT モード付きシーケンシャル 5MT が登場。AT モードに切り替えることで、Easy ーーのような手動操作から解放された。他に、本国では、トルクコンバーター式の AT も用意されていたが、日本へは、 正規輸入されていない。生産期間は1993年から2007年までと非常に長いが、マイナーチェンジは6回にわたり行われ、登場時の仕様であるファーストコレクションから生産終了時のセブンスコレクションまでに分けられる。1998年のフォースコレクションへの変更で、カラードバンパーの採用やヘッドライトテールライトの衣装証変更、 ダッシュボードの形状変更と助手席、エアバッグの採用などが行われており、これ以前を前期型、これ以降を後期型へと対別できる。日本向け日本では登場時、ルノーの正規輸入が行われておらず並行輸入に頼っていたが、CG 氏がファーストコレクションを並行輸入し、長期テストを行うなど、注目度は低くなかった。 バリエーションコンセプトカーが2006年のパリサロンで発表された後生産型は2007年のジュネーブ省で発表された。フロアパンは2代目クリオのものをベースとしているが衝突安全性を高めるために大幅に改良されている。生産はフランスからスロベニアのノボメスト工場に移管された。また、右ハンドルの設定も可能な設計とされるなど、初代よりも 世界戦略者としての性格を強めた。一方で初代の長所だった多彩なシートアレンジは継承され、またセンターメーターも採用されている。社名の文字体が小文字のトゥインゴから大文字のツインゴに変更された。エンジンは当初1.2リッターの自然吸気と1.2リッターターボのガソリンエンジン、1.5リッターターボのディーゼルエンジンが採用され、 その後1.6リッターの自然吸気のガソリンエンジンが新たに設定されたルノースポール仕様向けに採用されている。駆動系は3ペダルの 5MT と2ペダルのクイックシフト後の2種類である。2011年9月、本国で2 0 1 2モデルとなる後期が登場。ヘッドライトの造形が大幅に刷新されたほか、テールランプもテールゲート側に追加されている。 日本向け2014年のジュネーブモーターショーでワールドプレミア。エクステリアはローレンス・バンデン、アッカーが提唱する近年のルノーのデザインアイコン、サイクル・オブ・ライフにのっとったものであり、フロントは大型の CI マークを中心に左右のヘッドライトをグリルでつなぐ特徴あるものとなっている。なお、デザインテイストは往年の名車、この影響を色濃く受けている。 ボディは5ドアのみだが、リアドアのノブをルーテシア同様に C ピラーへのヒドゥンタイプとすることで、一見3ドアのように見せている。また、RR レイアウトの採用で、仙台比で全長を 100mm 短縮しながらも、室内長を 130mm 延長することと、相まって使い勝手も向上している。エンジンは、仙台比で大幅にダウンサイジングされ、ス70と、 エネルギーッツ90の2種を設定。前者はスマートフォーツー、フォーフォーと共通の 999cc の自然吸気で最高出力 70PS と最大トルク 91NM を発揮。販売国に応じてアイドリングストップ機能を組み合わせられる。後者は 898cc と排気量が落とされる。代わりにターボの組み合わせとなり、 最高出力 90PS、最大トルク 135Nm を誇り、ユーロ6に適合すべくアイドリングストップが標準装備となっている。また、エンジンは限られたリアスペースに設置するため、斜め49度に傾けて搭載する工夫が施されている。開発はメルセデスとの協業ではなく、先にルノーが打ち出した案をもとにメルセデスが賛同する形で、 ルノーが主導となって行われた。生産はスロベニアにあるルノーノボメスト工場にて、方法と共に行われる。日本向け3種類のダンススタイル、ツイスト、スウィング、単語を組み合わせた造語。フィアット社がパンダの後継者として人号を発表したが、発音がトゥインゴに似ていると指摘を受け、結局パンダと名乗ることとなった。 三菱製にヒズ、ルノーゥインゴに搭載される3、人 RR 用エンジン H4D。モーターファンイラストレーテッド編集部。2019年6月19日閲覧。RR となった3代目、ルノーゥインゴ発表。オープナーズ、http コロンスラッシュスラッシュオープナーズ .jp スラッシュカスラッシュか ニュースルノー・トゥインゴデビュージュンレイブ 43741HTML 2014年7月22日閲覧小泉健治ルノー・トゥインゴは実はミッドシップだったもはやスポーツカーじゃないかモーターファン2021年5月26日閲覧ルノー・トゥインゴ TBK 車で行こう h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w y o u t u b e c o m スラッ w a t ッチ v コールクフォーニファイオンナレスロベニアルノーの末娘トゥインゴを発売同時に2台の魅力的な限定車予約開始レスポンス http:// コロンススララッッシシュュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hl A イコール2016万714から0000 0022 エコノミックインドハット、パリの夕暮れをイメージした100台の限定車ルノー・トゥインゴノクターン価格 .com。H T T P コロンスラッシュスラッシュニュースドット K A K A K U ドットコムスラッシュ P R d N E W S スラッシュ C D イコールルマ C T C D イコール七千十 I D イコール六万五千六百七十いラルノー・トゥインゴフェットセ二十五ン。ありがとうございます。